本当はちょっと今から演奏するはずのお餅商売を悩む。はい。何でしたっけ、なんか今ずっと安定の話を、何をやってたかというと、ね、この楽器とこの楽器で合わせたらどうなるかっていうのをやるときに、サウンドチェックをしてたわけです。そうすると、トゥーツのポイントの話になって、そうそうそうポイントというか、そのトゥーツの鳴りの話になって、鳴りの話ですね。で、どうですか、その、うん、この、まずだから直管楽器だと、多分基本の音とトゥーツってダビチョクダブぐらい違うんですよ、音程的には。で、今まで作った感じでは、うん、トゥーツーの音って音量は大きくも小さくもできるはずなんですよ。音程は安定してて、で竹だったらブー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 こうでっかい音も出せるし、ブー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 、安定した小さな音も出せるはずなんですよ。でこれは金管楽器とかは全部そういう風な感じで、音量が正確にコントロールできやすく多分設計されてるはずなんですけど、トゥーツを近づける必要があるイダキタイプとかを僕が作るときは、うん、そのベルボトムに内側を削るんですけど、全長に対する、まあ、何割、下部下の部分が何割のところから、どういう角度で広げていくと近づくかっていう実験は今までずっと実験しながら作ってるんですよ、うん、で劇的にトゥーツが近づいたやつっていうのは、トゥーツ自体第一トゥーツが安定しないです。安定しないっていうのが安定させるポイントがすごく、音量も、ちゃんとコントロールしないと出てくんないんですよ。だから竹手順みたいに「わ出る出る」っつってプーって出すと、フラフラする。なぜか分かんないけど、うん、でこいつ音程がフラフラする、音程もちょっと音像自体がなんかね割れてくるっていうか、壊れていく感じ、パンって出ないってことですか。うん、だからクリアトーンで普通はこう汽笛みたいに安定したパーって無機質な音を出す練習をするんですけど、これをね、ダホーって口にしてます。今のダホーホーってトゥーツ吹いてます。これをイーっていう形でトゥーツ吹くと、結構ね音がね、おかしいですね。ヘラ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 ってなってて。なんか、どう言ったらいいかな、唇がこうバラバラになっていくような感じに、うん、ちゃんとした音がにこう音像がはっきりしなくなっちゃうんですよ。なんでか分かりません、うん、多分内部の形状なんですね。だから、ちゃんと出る音程のトゥーツの音よりか少しね、下側へ外すように吹くと唇がちょっと暴走してくれて、うん、正確な音がボンボンって出るんですけど、うん、もしかして仮にでも上へ外すぐらい圧力をグッ圧力っていうか唇の締め加減をいっちゃうと、もうなんか第一と第二の間の辺にこう砕けていく感じ、うん、唇自体が。だから毎回、ドロップとプドドンドロップとプドドンってやるとするじゃないですか、うん、ドロップとプドドンドロップの同じ音が、うん、ドロップとプドドンでプップっていう音だけを聞いた時に、毎回同じポンポンポン、うん、ポン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 っていう太鼓が叩くような感じにこうまとめたいのに、ちょっとでも上に外しかけたら、うん、もう大きく外れていっちゃう感じ、うん、音楽的にというか、ね、で竹だとすごく一直だく上ぐらいまで飛ばさなきゃいけないから、すごく頑張って飛ばす勢いで口を当てないと、思いっきり上に飛ばす勢いでいかないと、うん、飛んでくんない、トゥーツが出ない。でもそれをそのままでこれをいくと全然むちゃくちゃになっちゃって、今第2ぐらいに行ってるのね。トゥーツ第1よりか全然上行ってんですよね。うん、だからやっぱり下唇を僕巻き上げでトゥーツは意識して出すんですけど、うん、上唇を天井側へ投げ出すようなイメージと、下唇はちょっとだけ巻き上げるぐらいでいかないと、うん、ほって感じ、トゥーツ
口が、だからそれはこれだったんだと。それでその圧力をかけ具合う、うんとね、上唇と下唇の距離をちょっと取る感じ、唇が接しすぎるとあの違う音程がなんかバラバラになって出ちゃう感じがするんです。あ、まあこれに関してね、うん、それ僕がこれ作ったんですけど、もうだいぶ経ってて、で超久しぶりに今吹いたら、あ、これ当てれねえなっていう、このつもりで吹くと全然第一が当てれねえなっていうのが今なんとなく分かったんで、ひょっとしたらそれってちょっとそのエイジングされて、あ、そうかもしれない、かもわかんないですけど、うん、最初結構バリバリ出てた、ちょっとで出てました出てました、うんうん、どんなんでも再現なく綺麗に出てたじゃないですか、うんうんうん、これだから第一から第二へ行きやすくなってることかもしれないですね、この楽器が第一から第二へ行くっていう、もし動きをよくしてた場合は、うん、そのなんか当たりがついちゃったっていうか、あの、運転者の癖がついた車みたいなもんで、うん、その難速は入りやすいとかあるじゃないですか。あ、ありますね、チェンジの場合は、うん、そういうのもあるかもしれないですね、うん、で内部の塗装でもしかまた変わるかもしれないし、まあマウスピース自体をこれはあの普通に木を削って磨いて多分瞬間かなんかでコーティングしただけなんで、うん、これ例えばローをつけたりして小さくしたりするとまた全然違ってくるんですけど、まあ、それはそれでいろいろとやりますんで外塗っても変わんないと思うけどね、中塗ると結構変わるんですよ、塗装で、塗装で、そうそう、塗ってない状態なのか、あのオイルみたいなこう染み込むタイプをやるのか、うん、それかもうアクリルとかあのポリウレタンみたいなすごいもうコーティングしてあの床の表面をツルツルに塗っちゃうみたいなやつを内側に塗るかで全然違ってくるんで、これアクリルラッパーとでしょ、これは多分その水性のアクリルウレタンかなんかですかね、うん、かちょっとは染み込むけどそんなにガッチガチに、だからマウスピースの頃はガッチガチなんですよ、うんうん、あの瞬間接着剤コーティングだからもうほとんどプラスチックとかなんだけど、うん、この辺から全部下は、まあ、少しは柔らかいかなと、うん、爪で切ってやったら全然傷がついちゃったんですよ、塗装表にしてってことマウスピースは爪でやっても全然傷つかないぐらいでしょ、うんうん、それをあのガチガチに、油性系 の, あの塗料、まあ、ペンキ 外装用塗料とかをなんか厚塗りしちゃうと、もう全然爪でやってもこう変わんない、へこまないぐらい硬かったら、多分ちょっと反応してもあの基本の塗料に全然変わってると思う、うん、ですかね。そうだから俺あのローの B があるじゃないですか、うん、あれ白く塗ったんですけど、はいはい、中 もう白くいったると思う。おうおう、 あんまりにもそのボワンボワンのローが出ちゃうんで、これ中ちょっと塗料でガッていったら音固まるんじゃねえと思ったら、うん、割となんかこうスパーンと出るようになって。あ、そうですか、うん、それでさっき言ってたあの C シャープと B の違いが出たってこと、うん、いや、もともとボワンボワンだったんですよ。あ、もと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 ボワンボワンだったんですよ、結構。うん、メールがボンボン来てるけど見てもいい？今ないですよ。そっか、そうなんです。だそういうのはあるかなと今一瞬思っただけですけどね、うんうんうん、なんかメールが、あ、そういうことね、そういうことってでもあれですね、本当いろいろありますよね、楽器によって全然違いますよね。全然違いますね。そうなんです。だからトゥーツーが吹きやすいようにあの自分の頭の中でこうイメージがついてるとリズムを吹くときにはやりやすいですからね、うん、アクセントが一番出しやすい。やっぱこう完成したやつを削ることってあるんですよ、こう完成だ、うん、僕チューニングっていうかはまずはあの狙いよりもちょっとでかく作るんですよ、うん、まずはね。で、マウスピースのところを、5センチぐらい切ったり、まあ、2センチ切ったりして、欲しい音があったら狙います、うん、でこれいいだったかな、いいフラぐらいのやつ多分作ってるはずなんですよ。でなんか多分これ作った時にいいが欲しかったんですよね、うん、でいいの替え楽器にしたかったのか切って調整した覚えがあります、うん、でマウスピースも本当はもっとちっちゃく穴を作っといて、でマウスピースのとこだけを削って広げればまあ一番いいんですけど、全体を掘るので、うちから掘る時、うん、だからまあここら辺だけちっちゃく掘ってあとちょっと大きめとかってちょっと難しいんで、うん、機械じゃなくて、まあ、手掘りでこうカンカンやってるんで、いや、勢いで掘っちゃうこともあるし、うん、で最近は僕マイブームは横長楕円でちょっと大きめっていう、横長マウスピースなんですか。マウスピース、うん、あ、これがね、これなんかでもこうですよね。そう、横長楕円でこうは吹けない、僕は吹けない僕の最近の
ちょっと前まではもう深淵が良かったんですけど、深淵だとね、どこ当てても変わらない。なんかそれがあの、ちょっともうちょっとこう面白みが欲しいから、今日のコンディションは こんな感じとかが出せた方が、あのローの人は広げたり縮めたりしていろいろ調整するはずなんですよ、うん、自分のコンディションに楽器を合わそうとか絶対するんで、ね、でも木でツルツルにしてコーティングしてるとそれできないんで、なんかちょっと悔しいから回したりとかして別に気分の問題ですよ。ほとんど音には影響しないですけど、うん、だからもう 99.9% 同じ人が吹いてる以上は同じ音なんです、同じ楽器で、うん、でも当てる位置とかによってマインドが変わるわけですよ持っていくこう前のめりなのか、ちょっと後ろめ、あの、のけぞり気味なのかとかみたいな意識がちょっち変わるんですね、うん、あのその楽器に思いが入るだけみたいな、うん、ちょっと、ね、音は変わらない、音はほとんど変わらないでしょうね、うん、聞いてる人は分かんないと思うけど、自分がもしその吹き方をしたから録音した後で自分で聞き直してもどっちか分かんないと思う、自分で聞き直して、うん、まあでも吹きその時吹きやすい気持ちですけどか、そう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 、ちょっとなんか集中できるようなものがあったら、うん、いやローをねいじってる人とかもねほとんど変わんないですよ実は。でも自分のなんか自分の心をこう集中していく作業みたいなもんで、うん、広げた方が今日はいいかなとか思うことが大事。まあでもこう当ててみて、うん、ここちょっともうちょっとそうそう気になるなってあるでしょ、ここちょっとみたいなのありますもんね、うんうん、であの実際本番だったら違うみたいなあるあるある、それ絶対必要なんですよ、そういうのは、うん、だからやりますか、セッションは。はい、そういうわけで、4回目セッションいよいよ演奏セッションに入っていきます、はい、また来週、また来週お楽しみに